西方テレビ埼玉テレタマくん、東方千葉テレビシュバ。さあ堂々の入場ですね。土俵入りです。シュバ進め、シュバ。西テレタマくん、東シュバ。短いですね、名前が。すぐ終わっちゃいますね。はい、では立木王子熊本翔之助、では千葉と埼玉の宿命のライバル対決参りましょう。負けよーい、残った。千葉と埼玉が押し合ってるが、千葉がちょっと押している。あ、テレタマ君の体勢がちょっと悪いぞ。千葉が押している。テレタマ押し返した。テレタマ横になってからちょっと強いが、すごい接戦だ。千葉と埼玉宿命のライバル対決はどちらも譲れない。千葉と埼玉どっちが優れているんだ。神奈川県民として高みの見物。押し出された。押し出してテレタマ君、テレタマ君の勝ち。いやでも千葉君の最初の押し突っ張りは見事でしたね。よく見るとね、千葉は押す手がないんですよね。そうなんですよ。よく頑張りました。体で押すしかないっていうね。くまモンからねぎらいがありましたね。くまモン優しいな。ありがとうくまモン。お疲れ様でした。お疲れ様でした。千葉お疲れ様。テレタマ君おめでとう。おめでとう。さあテレタマ君、じゃあ一言ね、感想いただけたと思いますんで、ちょっとこちらに。テレタマ君、見事な勝利。最初押されましたよね。そうですね、ありがとうございます。なんとか今日早起きして、訓練した甲斐がありました。ありがとうございます。その小さな手が最後に粘り切ったんですね。はい、やはり相手が千葉、千葉テレビ、意識をしましたか。そうですね、ちょっとしました、はい。テレタマ君、見事な勝利おめでとう。その破れかけた卵の殻がね、大きく花開いた瞬間だと思います。はい、ではテレタマ君、シャッターチャンスを皆さんに与えてください。勝利のポーズお願いします。おめでとうございます。おめでとうございます。お疲れ様でした。まただるまさんがこれで頑張ってね。はい、くまモンからも拍手が送られてます。ありがとう。ゆっくり気をつけてね。気をつけてね。乗ってるすぎ。あ、よかったよかった、大丈夫だ。はい、OK です。さあ、2組目の取り組みです。残った。あ、お互い最初の突き押しが遠慮してるか。